自由のマインクラフトパート26。本日もマインクラフトを進めてまいります。こちら、前回の動画にご質問やご意見等いただいておりますので、簡単に答えていきますと、まずですね、自衛隊に入ろうと思ったことはないんですかと質問いただきましたが、そうですね。まあ、そういったふうに考えていた時期もあったんですけども、まあ、やはりですね、体重が多分足りないんですよね、規定に対して。まあ、そこら辺でちょっと無理かなと思っていたり、まあ、この自衛隊とか警察官、ならないかということで、まあ、何度かお誘いいただいたことはあるんですけども、まあ、そういった自衛官になる、警察官になるよりも、まあ、こういったですね、動画を作って、より多くの国民の皆様に、様々な情報、見方を提供して、日本が抱える問題に対処していった方が、よりですね、一人の自衛官、一人の警察官になるよりも、多くの国民を、守り、まあ、救えるんじゃないかということで、まあ、結局ですね、自衛官にはなっておりません。まあ、ただ、資格も持っておりますので、まあ、こちら、予備自衛官になろうかな、どうかなということで考えてはおります。あとですね、マインクラフトについて、スイートベリーですか、先日、森の中でですね、生えてたものですけども、まあ、こちらは食べるとスタミナが1回復して、キツネの餌になるということで、というかなんか迷子だと思っていたら、もう普通に帰ってこれましたね。まあ、このスイートベリーまた、持ってないですね。入手したら食べてみようと思います。で、また、キャンプについてご意見いただきましたが、まあ、この砂浜でガラス瓶を拾って、それを使ってアルコールランプを作ると。アルコールストーブですか。まあ、こちら、この、アルコールというか、オイルランプとアルコールストーブですかね。まあ、私はキャンプ行く場合は、もう市販のものを、雨が降ってきた。市販のものを買って使うだけなんですけども、そうですね、そのように、まあ自分でですね、ものを作って使うというのは、まあ最高の贅沢なんじゃないかと思います。また、マインクラフトについて、地図は作らなかったんですかとご質問いただいたんですが、まあ、この地図を作るのに必要なコンパスが、私の中のイメージ、なんとなく金が必要なイメージがあるんですけども、こちら、レッドストーンと鉄でできるのであれば、まあ、確かにですね、冒険に行く際には、まあ、あったらいい装備ですので、作りたいんですけども、ここにありますね。これは時計で、コンパス。ん?さっき見逃した。あ、ありますね、ここに。あ、ほんとだ。でもレッドストーンと鉄でできるんですね。では、このレッドストーンと、間違った。鉄を使って、まず、コンパスを作って、この、コンパスとさらに、紙をですね、使って、まあ、この紙、サトウキビから作れるんですが、で、この紙を使ってですね、紙は、またどっか、通り過ぎちゃったかな。あ、ありますね。多分6枚ですかね。で、ここから、地図のレシピもあるんですかね。
これは絵画。ここら辺にありそうですけど、まあ、というか作り方多分、こうですよね。あ、2枚足りなかった。ちょっと待ってください。となるともう一回紙を作らないといけないですね。紙を作って、これで地図ができます。なんかえらく変なところにできてますが、まあ、この地図もですね、なんか拡大縮小とかさらに広げていくことが広げられるはずなんですけども、まあ、とりあえずはこれを持ってきますか。というか先ほど炎が壊れてしまったので、まあ、その炎をですねちょっと作っていかないといけないですね。まあ、ちょっといらないものは置いてきますか。とりあえず、はい、こういうものができました。そうですね、これ多分かなり前にこの拠点のこの山の方にはですね行ってるはずなんですが、どっちに行けばいいんだろうな。まあ、とりあえずこの山沿いに行ってみますかね。この普通の森もですね、結構木が生えていて、まあ、進むのがちょっと大変なんですが、なんかないかな。あれは結局アルパカなんですかね。なんかいますけども。まあいいか。いた。ここはなんかすごい石炭がありますね。石炭へ山を下っていったら今度は。大きなお花畑がありますけども、なかなか村はないですね。これもこの花の種類もかなり増えたんですかね。すごいここら辺花が生えてますが、のんびりしてますね。ここはなんか砂利がいっぱいありますね。なんかよくわかんないですが、砂利があって溶岩が、垂れ流されてますね。
そうこう言ってるうちにそろそろお時間となってきておりますが、さあここら辺は移動が大変ですね。うん、とりあえずどっか見晴らしのいいところで霧をつけますか。なんかポワポワ落ちてきてますね。なんだこれは。よし。では今回は、これくらいにいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。